で、2日目が特殊な作業が多くって、まずその貨物鉄道に関するダイヤの作成を、多分部長面接でこう志望度を示せない人はその後にも進めないと思っていて、故にここが山だと思っています。就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の徳差しです。今回は JR 貨物のインターンシップと本選考について、 JR 貨物内定者にお話を伺っていきたいと思います。 JR 貨物のインターンシップが気になる、内定欲しいと思われる学生は、ぜひ今日の動画をご活用ください。就活会議と旬ダイリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策がわかります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは早速 JR 貨物の本選考体験談についてお話しいただく学生に登場していただきます。本日お話しいただくのは JR 貨物内定者の須藤さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 A 大学の須藤と申します。最近のマイブームは列車で旅をすることです。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちなみに直近はどちらに行かれるんですか？直近は北海道の東側に行きました。いいですね。ちょうど暑い時期なので北海道は涼しかったですかね。避暑地に最適だと思っています。いいですね、ありがとうございます。本日この動画の前半では JR 貨物のインターンについてお話を伺い、この動画の後半では本選考について内定に至るまでをお話を伺っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご確認ください。改めて本日はよろしくお願いします。では改めてになりますが、 JR 貨物のインターン本選考に参加された須藤さんにお話を伺っていきたいと思うんですけれども、今回そもそもなぜこの企業をチャレンジしようと思ったんですか？私が JR 貨物という企業さんにチャレンジした動機といたしましては、その私の軸に社会貢献度っていうものがありまして、人知らずのところで貨物鉄道っていうものは日本の物流を支えているので、その唯一無二の貨物鉄道という商材を支えたいという思いがあって挑戦いたしました。ありがとうございます。ではまずインターンに参加されたということなので、簡単にちょっとこちらをお聞きしていきたいなと思うんですけれども、選考からインターン当日までのフローについて伺ってもいいですか？選考のフローといたしましては、まずエントリーシートで、その次にウェブテスト、これは簡単な SPI というものでした。でその次に説明会に参加して、でその後グループディスカッションにオンライン形式で参加をして、でインターン参加という流れです。結構選考フローが長いなという印象なんですけれども、またちょっとこちらは後ほど詳しく伺っていきたいなと思います。ちなみにインターン当日に関してはどんなことを行われるんですか？インターンは2日間にかけて行われまして、で形式は対面形式でした。で概要といたしましては、1日目がグループワーク、で2日目が列車に関わる特殊な作業を体験するといった内容でした。 JR ならではの内容だなという印象で、すごく面白そうな内容なんですけれども、またこのインターンの内容に関してはまた後ほど詳しく伺っていきますので、まずはちょっとインターンの選考に関して少し伺っていきたいなと思います。今回まず ES があるということだと思うんですけども、今回の ES ではどんな質問がありましたか？インターンの ES の質問としては、インターンシップへの志望動機と、あとはチームでの活動経験で、それに加えて個人的に聞きたいことを自由に掲載してくれという内容でした。そうするとわりかし一般的な内容っていう感じだったんですね。はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみにこの後、ウェブテストもあってグループディスカッションがあるということなんですけども、このグループディスカッションはどんな内容になるんですか？グループディスカッションのテーマなんですけれども、ちょっと変わっていまして、紙コップを売る際に2つ付加価値をつけるならどういったものをつけるかというものをグループで話し合うというものでした。 JR 貨物って紙コップを売る際にどう付加価値をつけて売っていくかっていうのが、なんかどう関連していくんだろうというふうに率直に思ったんですけども、ここら辺は須藤さんはどういうふうに考えておられますか？私が思うところといたしましては、今その物流業界っていろんな企業さんが出てきていて、大手とか地方の中小もたくさんあるんですけれども、やっぱ貨物鉄道さんも貨物鉄道だけでやっていくのはなかなか収益的に難しいっていうことになってるんですよね。でそのこれから求められる人材は貨物鉄道にどういった付加価値をつけてより採算性を上げていくかっていうところだと思っているので、そういったその本質は変わらないと思いますので、その見極めに使った題材だったと思っております。よりこうラテラルに考えられるかっていうところも結構必要なワークであるって感じなんですかね？はい。ちなみにそのラテラルさみたいなところ以外で言うと、なんか見られてたポイントってありますか？グループディスカッションの後に面接官的な方からフィードバックがあったんですけれども、その一番重視されていたのが発言量というところで、いろいろ見る観点はあると思うんですけれども、とにかく自分のアイデアとか考え方、まとめ方っていうものを発信していく力っていうものが
一番見られていたと思っています。紙コップをうるさいにっていう、なんか紙コップに付加価値って結構難しいところではあると正直思うんですけれども、これをいかに言語化してラテラルにも考えて発言していくか、確かに簡単そうで意外と難しそうなところではあるのかなと思うので、確かにそこはできたら評価としてどんどん上がっていきそうですよね。はい、ありがとうございます。ではこの選考がまあいくつかありまして、この後実際当日インターンが開催されるっていうことだと思うんですけれども、改めて詳しくインターンの概要を伺ってもいいですか？インターンの概要としては、まず1日目に、経営体験型のグループワークを行いました。1グループに1つの貨物鉄道を持つ、物流の企業の経営者としての立場を与えられて、で、どういった動きをして、で、その結果どういったお金の動きがあるのか、といったものをフェーズに分けてやっていくという内容でした。で、2日目が特殊な作業が多くって、まずその貨物鉄道に関するダイヤの作成を行ったりとか、あとは貨物駅のターミナル駅を想定して、で、その時間ごとにいろんな列車が入ってきますので、どういう配置で列車を置いていくのか、こうぶつかったり被ったりしないようにパズル感覚で置いていくっていうような乗り換え作業の体験ワークを行いました。どちらのワークにしてもすごく面白そうだなと思ったんですけれども、須藤さん的にはなんかどっちのワークの方が難しいとかありましたかね？変わったベクトルの難しさがあるんですけれども、やっぱりその JR 貨物ならではの体験だなって思ったのは、後者の列車に関する特殊作業の方だったと思っていまして、これ多分その鉄道業界の伝統芸能的な作業だと思っているので、 JR 貨物でないと体験できないような内容だったと思っております。結構 JR 系の会社さんとかで、まあ、ちょっとインターンに参加されてきてる学生さんとかの話もちらっと伺ったことはあるんですけれども、このダイヤの作成っていうのをワークで行うのはちょっと私も初めて耳にしたので、非常に貴重な体験にもなりそうですね。ちなみにこのインターン自体、まあ、両方ともワークがかなり難しいっていうところではあるとは思うんですが、このワークをより進めやすくするためにはどうしたらいいとかっていうのってありますか？物流経営のワークの方に関して言うと、3人1組で行っていくんですけれども、ゲーム感覚ではあるんですけれども、やっぱり意思決定の場面というものが非常に多いんですよね。なので、まず初めにどういった方針でその自分たちが持つチームを動かしていくのか、でそのブレない経営方針みたいなところをちゃんと軸に定めて行っていくことがポイントになると思っています。ありがとうございます。ちなみにここはまず企業理解も深めるための材料として使っていったりとか、それこそ早期選考につなげるためにとかっていう形でインターンに参加される方って多いと思うんですけども、インターンを本選考で生かしていくためには何かすべきこととかって何かありますか？私が思うところとしては、対面の形式なのでそこを生かすっていうところで、休憩時間とか自由時間に人事の方が結構ざっくばらんにお話ししてくれたんですよね。でそういうところでその自分の持っている疑問とか、やっぱり解説明だけではわからないところがあると思うので、そういうものをぶつけていくっていうところが非常に本選考でも生かされた内容だと思っているので、そこを心がけていくのがいいと思っています。ワークの時間が長いからこそ、よりこう座談会とかそういったところとかでも聞けない情報とか、あるいはこう隙間時間でしか聞けない本音の部分っていうのをたくさん有効的に使っていくっていうのがいいっていうことですね。はい、なるほど、ありがとうございます。ではここからちょっと本選考に関しても早速聞いていきたいなと思ってるんですけれども、まず本選考のフローに関して伺ってよろしいですか？フローとしては、インターン後に一度座談会がありまして、でその後に本選考のフローとして、まずエントリーシートに加えて自己 PR シートの提出、でその後性格検査を行い、第一次選考であるグループディスカッションをオンライン形式で行いました。でその後に面接が3回ありまして、部長面接、人事面談、役員面接といった形で行われました。ちなみに今回のエントリーシートと最初自己 PR シートがあるということなんですが、ここはどんな内容が設問としてありましたか？まずエントリーシートですけれども、これは一般的に自己 PR ですとか、学生時代に力を入れたことっていうものが多くって、まあ中でも、やはりその志望動機を測るっていうところで、しっかり会社の中でやりたいことみたいなところも聞かれました。はい。で、自己 PR シートに関しては、まあ独自のそういった資料を作成するっていうところなんですけれども、まあどういった内容を書いてもいいという制限付きでしたので、エントリーシートの自己 PR でアピールできなかった部分っていうものを漏らさず書くために使わせてもらいました。ちなみにこの自己 PR シートっていうのはどのくらいの分量が書けるもので、だいたい例えば A4 1枚とかどういう感じで提示されるんですかね？イメージとしては、パワーポイントのスライド1枚の 80% ぐらいを使えるって考えたらいいと思っていて、上の方にちょっと名前ですとか情報を書くところがあるんですけれども、それ以外はもう自由にフォントを使ってもいいですし、写真を使っても図を使ってもいいという形で自由に表現するという内容でした。じゃあ書ける分量は多そうで実は少ないっていう感じになるんですね。思ったより少ないと思っています。ちなみにこれを書く際に何か意識されたこととかってありますか？
エントリーシートは文面で伝える。で、自己 PR シートっていう今回機会を設けてくれたので、この機会を最大限生かすという意味で、しっかり写真を載せて、こう視覚的に表現していくというところを意識しました。確かに自己 PR シートに関してはさっきもおっしゃられてたパワーポイントのようなものになるので、写真でもアピールできるっていうのは非常にいいですね。続いて面接がやはり皆さん気になるところではあると思うので、ちょっと面接に関して少し伺っていきたいんですけども、今回部長面接と役員面接のこの2回の面接の間に人事面談が多分入ってくると思うんですね。ちょっとまず一つ気になったのが、この人事面談の選考はあるんですか？人事面談は選考には関係ないっていうところだったんですけれども、私の感覚で言えばかなり選考に関係あると思っていて、というのは人事面談での内容というもので、そこで測られる JR 貨物への志望度っていうものがその後の最終面接、役員面接に影響してくると思っているので、気を抜かずに受けた方がいいと思っています。人事面談では割とフランクに志望度っていうところが聞かれていくんですかね？フランクですけども、ただそれを受け取る側としては結構本気で、この子は志望してるのかな、どれぐらい志望してるのかな、大志望なのかなっていうのを測っているので、そこはしっかり見抜いて真剣に答えた方がいいと思っています。いや、これはすごく参考になりますね。ありがとうございます。あと2回の面接が人事面談の前と後に入ってくると思うんですけれども、この3回の選考の中で一番山となるところってどこになりそうですか？私が個人的に山になると思っているのは、一次面接である部長面接だと思っています。それは何なんですか？面接の中でやり取り、いろんなやり取りがあったんですけれども、一番強く聞かれているのが志望度だと思っていて、社風へのマッチとか、やりたいこととかっていうことよりも、JR 貨物を志望してくれているのか、そして他の会社と比べてどのように志望してくれているのかっていうところを見定められていると感じましたので、多分部長面接でこう志望度を示せない人はその後にも進めないと思っていて、故にここが山だと思っています。まあ、一次面接とは言っているものの、割と一次からしっかり志望度が高い状態であることっていうのがちゃんと示せるかどうかは要となってくるって感じなんですね。そうですね。ちなみに志望度以外だとどんなことが聞かれるんですか？志望度以外は割と一般的な内容が多くって、例えば自己 PR ですとか学士化っていうものをその ES の内容に沿って深掘りしていくっていうものが多かったんですけれども、ただその私は実際にやりたいことっていうものを述べていたので、その今後のキャリアステップであったり、 JR 貨物でやりたい事業はどんなものかっていうところですとか、あとは物流業界の今後についても聞かれました。結構、まあ、業界全般に関しても幅広く聞いてくるって感じなんですね。あ、はい、その通りです。ちなみに最終面接になると結構大手なので、なんかお堅い印象だったりとか、結構圧迫感があったりっていう方とかもいらっしゃるのかなと思うんですけども、 JR 貨物さんの場合って最終面接どんな感じなんですか？非常に和やかで穏やかでした。というのも最終面接ってやっぱりその役員の方とかが登壇して非常に怖いイメージがあると思うんですけれども、私が参加した際には役員の方いらしたんですけれども、自分の発言に対してこう微笑んでくれたり、内容によってはこう笑ってくださったりとかっていうところで、最後まで肩の力を抜いて受けることができたので、割と怖いイメージっていうのはないと思っています。話しやすい雰囲気だからこそ、最終でもちゃんと気を抜かずにちゃんとこう進めていくっていうことがポイントでもあるということですね。もちろんそこで油断してはいけないと思っています。なるほど、ありがとうございます。ちなみに今回選考様々あったと思うんですけども、この選考の中で一番難しかったところって何になりますか？難しかったところとしては、どの選考とかっていうものを含めなくて言いますと、やっぱりその自分の中で JR 貨物でのキャリアプランを見つけていくところだと思っています。やっぱりただ貨物鉄道をやりたいっていうだけだと、先ほどもにも申し上げたように、もう採算性的にも難しいっていうところがあって、なのでいかにそれに付加価値をつけていくのか、貨物鉄道と何かを組み合わせて自分なりにやりたいことっていうものを探し出していくことが会社側の求めている人材だと思いますので、まあ、そこに当てはまる人間像っていうものを作っていくっていうのが非常に難しかったです。キャリアプランのところとか成し遂げたいことを考えていくっていうところはかなり難しかったんですね。はい、ありがとうございます。ちなみにこれから JR 貨物をインターンチャレンジしていきたい学生さんも今日こちら見ていらっしゃると思うので、ぜひそういった学生さんに一言お願いしたいんですが、よろしいですか？やはり JR 貨物さんの一番の魅力は、その貨物鉄道っていう唯一無二の商材だと思っているんですね。で、その今の昨今のトレンドで SDGs ですとか環境問題っていうところで今追い風が吹いていますので、まあ、その追い風をどう受け止めて新しい価値を生み出していくか、企業理念である、変革と挑戦というところにどうアプローチしていくかというところが肝になると思いますので、ぜひその変化に対して貪欲な方は挑戦していただきたいと思っています。本日は JR 貨物内定者の須藤さんにお話をいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ここまで JR 貨物のインターン選考から実際に内定獲得に至るまで、 JR 貨物内定者の須藤さんにお話を伺ってまいりました。これから
JR 貨物のインターンや本選考に挑戦しようと思っている学生は、ぜひ今日の動画をご活用ください。では次回の動画でもお会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。またこちらの画像をクリックすると、あなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますので、ぜひ試してみてください。